はい、どうもガッツ深谷です。はい、ではですね、今回も PS4 でマイクラの実況を始めていきたいと思います。はい、いきなりかぼちゃをかぶってるわけなんですけれども、前回村探し行ったじゃないですか。あの帰り道にですね、かぼちゃを見つけたんで持って帰ってきました。かぼちゃかぶるとこんな風になるんですね。なんかかぼちゃかぶってるとエンダーマンにと目が合わないらしいですね。ですね。はい。ですね。ちょっと暗いな。もういいか。今回はせっかくなんで、かぼちゃ畑作ります。はい。ちょっとクワを作ってね、かぼちゃ畑をクワ、石のクワ作りました。かぼちゃ畑種をね、ちょっと種作ったんですよ。かぼちゃの種を、はい、あ、ここはこれな。はい、そう、じゃあ早速かぼちゃ畑作ります。ちょうど水辺が近くにあるからちょうどいいですね。こういうちょっと微妙に形違うの気になるんだよな。はい、じゃあかぼちゃ畑作ってきます。そういえば前回の動画でなんか写真撮っちゃったみたいなこと言ってましたけど、僕あれ表示されないんですね、画面には。動画のちょっとね、言うんじゃなかったと思って、恥ずかしいなと思って。まあそれだけです。あとこれも、うちに帰ってる途中にですね、冒険の時間っていうトロフィーをゲットしました。これもともとあのトロフィー取る企画なんで、久しく忘れてましたけど、ちょっとありがたいですね。とりあえずトロフィーゲットしました、冒険の時間っていうね。今種植えましたね。種を植えて、かぼちゃは実が大きいから、なんか種を植えた場所の側面に入るらしいんで、ちょっと隣も、あ、隣は別に掘らなくてよ、クワで耕さなくてよかったらしいしみたいな。とりあえず種植えました。はい、大きくなるのが楽しみですね、うん、そう、冒険の時間っていうね、 100日プレイだったかな。そう、このゲーム時間を100時間か100日プレイすると手に入るトロフィーだったかな。あ、すでにちょっと大きくなってる気がしますね、これ。そう、かぼちゃはひとまず置いておいて、あ、ちょっと ここも整地しました。道がきれいになったんですね。はいはい。で、せっかくなんでかぼちゃランタンも作ろうかなと思ってます。かぼちゃランタンは松明とかぼちゃがあればできるんで、1、2、全部作っちゃうか、種もあるし。はい、5個作りました。かぼちゃランタンはね、明るさがかなり明るいんで、確か鉱石と同じぐらい明るいんじゃなかったかな。ちょっとせっかくなんで、ここも土で統一しちゃおうかな。はい、でかぼちゃランタン、あ、ここを来た、ここはちょっと違うな、ここは砂かな、砂っていうか土かな。よし、せっかくなんであれですね、ここら辺も全部この滑らかな花崗岩とかで壁作ればよかったですね。うん、ちょっとまた今度集めてね、
詰めて作ろう。だんだんうちがいい感じになってきてますね。あ、大きくなってる、大きくなってる。楽しみだな。あとそういえばキノコとかもたくさん手に入ったんだよな。うん、どうしようかな。あ、そうだ、サトウキビも植えようと思ってたんですよ。帰ってくる途中サトウキビもたくさん手に入ったから、畑作ろうと思ってたんだよな。そう、畑ね。ここら辺にサトウキビ畑を作りますか。かぼちゃがここだから、なんかこっちの方かな、サトウキビ畑は。よいしょ。よし、あ、微妙にちょっと砂が、サトウキビがこれか。はい、じゃあサトウキビを植えてね。サトウキビは耕さなくていいからいいですね。ちょっと PS4 版はマップが広いんで地図がたくさんいるから、サトウキビもたくさん作っとかないとね。うん、やっぱ気になるな。ちょっとね、こういうのせっかくなんか、ちょっと気になるんですよね、この微妙な削れ具合というか、なんかカクカクなのがね、ちょっと。ここら辺もちょっと、ああ、またやってしまった。そうなんですね、村があったらな、人参とかじゃがいも畑からね、畑からじゃがいもとか強奪してきたんだけどな、あればの話だけど。じゃがいもとかはね、人参かなんかモンスターのレアドロップで落ちた気がするんですけどね。じゃがいももレアドロップだからな。どうしよう、まあいいや、これぐらいかな。うん、いいですね、伸びるの町だな。あれ、なんか羊の、あ、狼が多分倒したんですね、生の羊肉。これも新、あのアップグレードで手に入った新アイテムですね。あ、暗くなってきた、ちょっと家帰ろう。これは多分、あ、びっくりした、僕の狼じゃないな、ペットのね、こっちいますもんね。ちょっと暗くなる前にちょっとどんだけ明るいか見とこう、うん、多分明るいんだろうな。周りに松明あるからよくわかんないや。よっしゃ、寝ましたね。かぼちゃランタン他のところにも置くかな。よし、まあ、あ、今ちょうど大きくなりましたね。はい、あ、どんどん大きくなってるわ。はい、じゃあね、今回はここ切りがいいんで、ここら辺で終わりにしたいなと思います。はい、ちょっとね、村探したいですね。はい、ガッツフカイでした。はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。